X4 はかつてホンダ技研工業が製造販売していたオートバイである。X4 ヘッドライトマフラー、ラジエーターカバー改造車形式は SC38 型。社名は未知なる領域イコール X をイメージした4、気筒エンジン搭載のカスタムモデルを意味する。1995年に開催された第31回東京モーターショーへコンセプトモデルとして参考出品。 1997年2月21日正式発表、同年3月15日発売。発売直後の1997年3月から10月までの国内登録台数累計では3514台で第1位を記録したが、同年に開催された第32回、東京モーターショーにエンジンを流用した SC40 型 CB1300 スーパーフォアが参考出品され、 翌年発売されると際は、スタイルのみであると認識がなされたことやライバル車とみなされる、ヤマハ VMAX に比較すると走行性能面で、明確な個性が打ち出せなかったことから、販売台数が大きく低下した。また、主となる輸出先の北米市場でも高燃費、短い航続距離、高速走行時における直進安定性の悪さ、などでから販売が振るわず2003年に製造。 販売が終了した。パワードカスタムをキーワードとして開発された大型自動二輪車で、滑らかな曲線で構成した力強くボリューム感の、ある容量15リットルの燃料タンクや独立したサイドカバーを持ち、力強いリアの足回りを強調する、ショートデッキスタイルのリアカウルやアルミ製グラブバーなど、スッキリとした外観を表現しながらも、 ビッグバイクの持つ正感で迫力ある個性的なフォルムを形成するほか、エンジン全体を正感な艶消しのブラック塗装とし、バフ仕上げのヘッドカバーやクラッチカバーを採用するなど高級感を強調した点が特徴である。フレーム足回りは丸型と角型断面交換とを組み合わせたシンプルなダブルクレードル形式を採用。シート高は 730mm とされた。ブレーキは フロントが対向4ポットキャリパーとし、消結パッドを組み合わせた直径 310mm のフローティングダブルディスク。リアがキャリパーを下引きに配置した対向2ポット直径 276mm シングルディスクを装備。タイヤはフロントが120、70ZR18。リアが190、60ZR17。ホイールは前輪が3本スポーク。 後輪がリム幅5.5インチの中空フレディッシュアルミホイールを装着する。排気量 1284cc の SC38E 型水冷4ストローク4バルブ DOHC 直列4気筒エンジンを搭載。燃料供給はメインボア系3 6ァイの VE 型キャブレターとし、吸入干潮関係最適化、容量点五リットルのエアクリーナーによる吸気系充填効率を 徹底追求。排気系も左右合計13リットルとする合計150ファイのマフラーを装備した結果、日常使用する機械の多い極低回転域から、中回転域を重視する特性となり、最高出力 100PS、6500rpm、最大トルク 12.3kgm、5000rpm をマークする。変速機は5段マニュアルトランスミッションを搭載する。 1997年2月21日発表。同年3月15日発売。カラーリングは以下の3種類が設定された。1997年12月22日発表。1998年1月16日発売。カラーリングにフォースシルバーメタリックを追加。1998年11月26日発表。同月27日発売。 以下の変更を実施。2000年3月9日発表。同月10日発売。以下のモデルチェンジを実施。ありがとうございます。